これは相手はどうだったんですか。これは当時のディレクターですね。喧嘩ばかりしたんじゃないですか。そうですね。もうでも全く覚えてないでしょこのシーンなんか。さあそれじゃあ昭和41年歌謡界にデビュー、現代のシンガーソングライターの先駆者が荒木一郎でした。Hey, hey, 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 hey
だけど今なんか音楽よりも公演と本の方になんか気持ちがいってるっていうのは、その時その時好きなことしかやらない。このねアリンコアフターダークのね出だし、自分のね18から20歳までの話を書いてるんですけどね、出だしなんかそのままでずっと映画撮ったらね懐かしい渋谷の ねやっぱりレコードもまた大ヒットのレコード作ってくださいよ。そうです ね気が向きました。気が向き、わがままな人ですから。もう一曲あの曲歌ってもらえますか。はい、はい、それじゃあ、はい、曲は空に星があるようにです。どうぞ。どうぞ。毎晩ラジオから流れるこのメロディーに耳を傾けたのはもう22年も前のこと。デビュー曲空に星があるように。空に星があるように、浜辺に砂があるように、僕の心もひとつの小さな夢がありました。風散る。